カライスとゼーテースは、ギリシア神話に登場する有力の英雄である。北風の神ボレアースとアテーナ用エレクテウスの娘、オーレーテューヤの子で、クレオパトラー、キオネーと兄弟。兄弟揃って、アルゴナウタイの勇者で、トラーキアでのハルピューヤ退治で活躍した。エラスムスクエリヌス二世の1636から1638年頃の、絵画、ハルピューヤたちの迫害。 プラド美術館所蔵イアーソン一行は、この公会での難所中の難所ボスポラス海峡を通過するため、アポローンによる呪いを受けた盲目の預言者で、サルミュデーソスのオーーネウスの元を訪ねた。しかし王は食事のたびに食卓を嵐に来る庭のハルピュイアのためにひどく衰弱しており、涙ながらに勇者たちに怪物の退治を依頼する。イアーソンは申し出を快楽すると、 食卓の元に隠れて、食事の準備をするように言いつけた。果たして耳障りな鳴き声と共に現れたハルピューヤは、早速食卓を荒らし回り始めた。イヤーソーンの合図と共に一斉に飛び出した、屈強な英雄たちに行転した庭は、いつも通り陶石も届かない上空に避難しようとした。しかし、この日は、勝手が違っていた。なんと英雄たちの中から二人の若者が力強く、 羽ばたきながらニワを追いかけてきたのだ。ハルピュイアたちは泡を食って逃げ出し、2人の英雄からアイス、ゼーテース兄弟はそれを追うが武装の重さのせいで、なかなか追いつけない。しかし、若い2人は、長い時間、ハルピュイアを追い回し、疲労困敗したところを捕獲した。ニワは2人に命乞いをし、 姉妹の悲鳴を聞きつけた虹の女神イリスに取りなされて、王の食卓を荒らさないことを条件に命を助けられた。王は久方ぶりの食事で世気を取り戻し、若い英雄たちを命の恩人として艦隊した。そして海峡を渡るために鳩を使って試験する、よう混節丁寧に助言し、英雄たちに祝福を与えた。そして、アルゴナウ隊としての冒険を終えた後、 自分を置き去りにして出航するよう進言したことを、恨んだヘイラクレースにより二人まとめて殺された。ありがとうございます。